こんにちは、ジャズギタリストの布川俊樹です。久しぶりにですね、初心者用教則映像を作ってみました。いろいろなね、生徒などを教えていてですね、初心者とかが、ジャズ始めて、しばらくした人にね、スタンダードで最も重要なコード進行である251と言われているものですね。正確には 2m7 5-7 1メジャー、メジャーのキーだったらね。とりあえずこの進行を弾けるっていうことはスタンダードジャズをやるにおいてものすごく重要なことなんですね。ところがね、これをね、結構じゃあG のキーで251は何ですかとかね、 B フラットのキーで251は何ですか言ってくださいとか言うとみんな考えちゃったりする人結構多いんですよ。あるいはこう数えたりしちゃってね、2だからみたいな、 B フラットで2番目は B フラット C で C、5だから B、G、B フラット C、D とか言ってこんなことやって、251のコード進行を言うのに時間がかかる。これではね、いわゆるこうジャズのスタンダードのコード進行とかを見て、みんないわゆるスタンダードね、ジャズスタンダードバイブル、黒本とかね、ああいうの見て結構演奏したりしてるんですが、間違っちゃってしょうがない。もう251っていうのは一緒くたにこう覚えちゃう感じがいいと思うんですよ。それでですね、実はギターという楽器はもう251のコード進行を覚えるのは楽勝な楽器なんです。今日はね、そういうことを話してみようかなと思います。それではですね、251をギタリストを楽勝で覚えられるっていうのをね、実際にこうギターを使いながら、やってみましょう。251っていうのはどういうコード進行かっていうと、まあ C のキーで言えば Dm7、G7、C メジャーね。これ実は4度上に上がってる進行なんです。で D、G、C。で、E、F、G。ね。で、ミファソと。それから、G から C も、G、A、B、C。四つ目ですね。ソラシド。ね。だからこれ、4度上に上がってる進行なの。ギターって、どういう楽器かっていうと、はい、ここと。チューニングするとき、6弦の A と5弦の A で合わせますね。から5弦の A と、ご失礼、5弦の D と4弦の D、 これ同じ音なんです。でこれラからラシドレ、これ4度なんですね。レミファソ、4度でチューニングされている楽器なんです。だからギターを使えば、4度進行のルートね、これすぐわかるんですよ。だから、じゃあここから始めましょうか。A、D、G。これが、251なんです。で、それにコードつけると。で、このオクターブを覚えましょう。オクターブ下。4弦の、1オクターブ下は6弦になります。だから、こういう形になってますね。だから、A、D、G。これが251になります。ね。そのためにも、5弦と6弦の音だけはまず必ず覚えなきゃいけないんですけどね。それが分かってさえすれば、もう251のコード進行は、ギターを見ればすぐ言えちゃうわけ。A, D, G, Am7, D7, G メジャー7ね。から F のキーだったら G, C, F
Gm7C7F ね、こうやって同じフレットでいくのの、ね、4弦を1オクターブ下げてればいいだけ。から Am7D7Gmaj Bm7E7Amaj。 今これ 3way ボイシングという一番基本的なものでやってるんですけれども、から C のキーは DGC だから DGC。 とにかくこの形を覚えることが大切。今、6弦5弦6弦っていくやつやってますね。 Em7D Em7A7D メジャー、 Cm7F7B フラットメジャー。はい、次は5弦から始まるものやってみましょう。5弦からも同じなんですけど、じゃあ例えば5弦 C のキーだったら D から始まりますね。さっきと同じように同じフレットにあるんです。4度で上がっていくから、これがこういう風に上がるとコード押さえにくいから、こういうの1オクターブ下に行く。そうするとこれが251の流れになりますと、 Am7G7Cm7Em7A7Dm7Gm7C7Fm7Fsb7Em7。 こうやってもう極端に言えばいろいろ適当に押さえながら、ここをフレットを読む練習をする。そうすれば、おのずと251が分かるようになります。で、251というのは、もう、いくつ2番目とか5番目とか数えるんじゃなくて、一色他のものとして覚えたい。だから、もうなるべく、書いたの読むでもいいから、Gm7C7F メジャーとかこう早く言う練習をする。Gm7Dfb7F メジャーとかそういうのはありません。ね、そういうコード進行は、まあありませんというか、ほとんどありません。だから、一色多に覚える。ね。そういう感じにすれば、251を覚えられます。あるいは、6弦ポジションと5弦ポジションを交互に弾く。Am7D7G メジャー。Am7D7G メジャー。C-7F7B フラットメジャー、 C-7F7B フラットメジャーから、ね、G-7C7F メジャー、 G-7C7F メジャー。こういうことを今みたいにコードネームを言いながらやってみる練習をする。これが、251を、ギターで楽勝に覚えられるコツだと思います。頑張ってくださいね。いかがだったでしょうか。ギタリストは251を楽勝に覚えられる。ね。まあ一応6弦と5弦のね、音を把握しなきゃいけないんですけど、それが分かってさえすれば、もう251はフレットを読むだけ。ということでね、今日非常に小ネタっぽい感じですが、初心者用、教則映像ということでやってみました。とにかくね、251は、もう、いろいろなジャズスタンダードとかやってると、もう、いろんなところに出てきますから、なんていうか、一個ずつこう、読んで弾いてってるんじゃダメなんだよね。もうまとめ、なんとなく見た途端に、A フラットの251だな、ね、B フラットマイナー7、E フラット7、A フラットメジャーだな、みたいな。そういう感じに見えれば、演奏にも余裕が出るんじゃないかなと思います。ぜひね、さっきみたいなやり方でゲームみたいに、覚えるといいんじゃないかなと思います。ご清聴どうもありがとうございました。